草薙剛と香取慎吾が付き合ってる？財産管理までする香取慎吾。スマップのメンバー草薙剛が今年の4月泥酔し、公園で全裸になり逮捕された際、香取の名を叫んでいたことからも、二人の仲の良さがよくわかる。給料や預金通帳まで香取に預けているとされ、二人が付き合っているのではとの噂まで流れている。4月に草薙は数人の友人と居酒屋で食事をした後、泥酔し女性の友人と共に赤坂の檜町公園へ。友人が去った後、公園で騒いでいる人がいるとの通報を受けた警察は、全裸で意味不明の言葉を発している草薙を発見。3人の警察が急いで全裸の草薙をシートでくるんだが、裸になって何か悪いと抵抗されたため、公然わいせつ罪で緊急逮捕した。パトカーに連行された際も、慎吾慎吾と大声で叫んでいたとされる。事件の余波が収まった現在、草薙が給料や預金通帳を香取慎吾に保管してもらっているとの噂が流れている。週刊女性の記者が草薙の母親を直撃した際、スマスマでいたやつは多分冗談でしょ、人に口座を預けるなんて。でも金遣いが荒いとの噂ですが。自分で稼いだお金だし、本人の自由じゃないですか、どう使おうと。と返答。また草薙が休日に実家に帰る際、お酒を飲んでいないことも強調。今のところ悪習慣を断ち切り、心から反省しているように見える。